朝7時半からズームで週刊化グランプリの表彰者の対談がありました。なんと私がその第1回グランプリの準グランプリを受賞しました。栄えあるそのグランプリの受賞理由は、76歳でも成長し続ける姿が習慣化コミュニティに大きな刺激を与え続けた。これが主な理由です。76歳という年齢が大きな武器になりました。昨年の9月から YouTube アップをしてますが、これも大きな要因です。撮影から編集まで全て一人でやってること、それと1日1本を目指して発信し続けてること、これらが評価されました。今日収録された内容は後日ウェブ上でまた発表される予定です。その時またその内容についてこの YouTube 上でお話ししたいと思います。今日は私の自慢話になってしまいました。